ター、ナイコラス、野田ともに105球という球数でマウンドを降りています。バットが折れました。ショート3本の前にまずバットが、その後ボール一塁に送りますが間に合いません。これはちょっと坂本にとってはラッキーな、ボールの前にまずバットが近づきましたからね。バットのが先に飛んでいきましたね。さすがにこれでは前に出てボールを処理することはできませんでした。記録内野安打です。バットとボールが全く同じ方向に先にバットが飛んでくるというご覧の守備ですね。珍しいですよね。まあ、当然通常の守備で前に出てくればアウトにできるかというところですが、ちょっとこれはなかなか見ないシーンです。まあ、何をともあれ坂本にバットが当たらずに済んでよかったところですが、うまく避けて、はい、まあ、器用にステップを踏んで何とか避けました。